生き方も上げてください、うん、はい。だんだん柔らかくなってます。今下下げてるから今それ痛いんで。どうですか、これだったら。いや、い若干痛いし、ね、まだ若干痛い、ね、減ってはいます、その痛みは、はい、そうですよね、はい、はい。ちょっと痛いですか。痛いです、ちょっと痛いです。という、こういう感じで少し向いててください、柔らかくなってきたのでこう痛くないんじゃないですか。痛くないし今、うん、ちょっと動いてもらいましょうか。
ですか。もしもし。はい。どうですか。気持ちいいですよ。はい。結構顔もむくんでますね。うまいですよ。押していきますね。はい、はい、腕それが楽なんですか。下ろしてもらってもいいですか。はい、はい、ちょっとじゃあ背中腰周りに関係するところやっていきますね。はい、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 きつくないですか。大丈夫です、はい、まあ、でも前よりなんかお尻硬くないですね。うん、足とかやっといたからですかね、今日ね。うん、はいはい。踏みますよ、もう。はい、はい、はい、どうですか。おお、強いですか。うん、なんかちょっと気持ちいいですね。気持ちいいですか。うん、痛いってわけではないですけど、はい、まあ、なかなかそこを守ってなると一人じゃできないですよね。そうですね。うーんでもどこにしても揉むことないんじゃないですか。あるんですか、普段。ないですねないですよね。一人じゃとかなんとか言って二人だろうがなんだろうが揉むことないじゃないですか意図的にマッサージ受ける習慣ないですよね。ないですね自分でもやらないし、うんうんうん、そうですね。いつかやろうとは思ってたんやろうとは思ってたんですか。思ってたんですけど、やろうやろうとはいつも思ってんですよそうですか。そうなんですよ。まあなかなかね、明日やろう明日やろうってずっと思って3年ぐらい経ってます。あ、そうですか。はい、痛いですね、ここ。痛いっす。今も痛いですか。痛いです、痛いです。同じぐらい痛いですか。
いや、さっきよりはというか、まあ、今ちょっと前までよりはと思うんですけど、はい、まあ、痛くはありますね。痛くはある。はい。これが。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。シェアですとか、コメントもいただけると嬉しいです。See you.